はい、こんにちは。今日はソロ企画ですね。最近ロットを新調しましたよってことで、ST の、74の MMH、SMT ですね、チタンティップの方を、はい、購入をしました。まあ、墨付けに必要なグラムが500グラム以上で墨付けだぞと。はい。今回の潮回りですね、大潮からちょっと状況も変わってきて、結構長崎市内もポツポツと大きいのが上がっております。なんでね、ちょっと今回は、通称神堤防の方に、はい、行きたいと思っております。このロットに変えてからは初めて日中に移ってのもあるので、穂先で撮るあたりとかをですね、ちょっと楽しみたいなと思っております。その中でもちろん墨付けの方もしっかりやっていきたいなと、はい、思います。ぜひ、ご視聴よろしくお願いします。まだね、ちょっとここだっていう塩を見つけれてはないんですが、この辺が安牌で良さそうな気もするので、塩止まりまではね、こっちでちょっと打ちたいところですね。これね、塩が上がり始めてどういう動きをするのかですごく変わってきますが、絶対的に擦れてないと思うんですよね、こっち側は。潮が引かないといけないそばでもあるし、ね、沖堤防だからもともと人も少ないポイントでもあるから、いればね、すぐ抱いてくれそうな気がするんですけど。見えるかな、この潮うねうねゾーンに来ました。やるしかないから、打つしかないの、頑張るしかないんだ。はい、また外海ですね。こんなにイカ釣れんかったっけ、イングって難しかったっけ。イカがおらんことは絶対ない、絶対食うちでタイミング時間があるはず、絶対。絶対に、絶対にあるはず。やばい、イカ発見した、イカ発見した、イカ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 、ミイカ、ミイカ、もうもう入ってきてるやん。くそ、逃げたか。はい、今宵も始まります。今回オープニングサクッといきます。昨日はですね、第8文丸さん神堤防の方にお世話になったんですが、激甚でございます。船長も本当夕方とかもですね、ちょっと延長してもいいぞとか声かけてくれたんですけど、さすがにですね、そこまではって言って、そんなね、こう船長の優しさ思いもあるので、ここで負けらんねえと思って、はい、声も出撃しております。夕間詰めがもう来てるので、しっかり狙っていきたいなと思っております。はい、ご視聴よろしくお願いします。はい、今回エギをめちゃめちゃ買ってきております。今日発売されたばっかりのエギ、俺のオリーブ、名前がやばいですよね、名前が。はい、初っ端からいきます。新しく買った俺のオリーブ、山下さんのエギを K ですね。僕は思ったんです、この日釣れなくてもその日で終わらせないならいいだけなんですよ。その戦いをその日で終わろうとするからダメなんですよね。だから、ああ、ほげたになっちゃうけど、その日で終わったと思わなければほげてないんですよ。昨日はほげてないです。
延長戦ですね。はい。隅付け企画になっております。はい。ストイスト ST74MMHSMT ですね。見ていただきたいです。どうぞご覧ください。はい、やってきました。ね、藻場がやばい。藻だらけでございます。俺のオリーブでいきます。新作ですね、硫黄の。さあ、潮がどっちに流れてる。あそこベイトおるな。今潮止まりぐらいかな。本腰入れるのはあと30分後ぐらいからだとは思いますが、ちょっと海の状況を。先に確認をしておきましょう。うわ、当ててるかな。これ当て塩っぽいな。ちょっと立ち位置変更ですね。いや、いい立ち位置変更ですね。まだ潮の動きはないですね。カメラ止めてた。でかいなこれ。今ね、潮の流れがねちょっと変わった隙にちょっと落としたんですけどね。来たね、これ大きいわ。潮がね動き始めたんですよ。うわ、上がってこんな。1ちょっとか。1ちょっと、ちょっと待って。1ちょっと。1はあれだ、メスか。うわ、届くかな、俺、これ。お、メスか。うわ、ちょっと届かんかも。うわ、めっちゃ俺のこと。よっしゃ、出すー。1ちょっとか。来たねー、潮の動きの変化できましたよ。待ってましたよ、この変化を。何日も何日も粘った甲斐があったっすね。ゼロです。ゼロですね。ドゥドゥドゥン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 。ででん、1100っすね。サービス1100。墨付け完了っすね。久々のキロイカです。マジ久々。あの天草の大会からずっと焦げてたんで、やっとゲットできた一杯っすね。イエス。はい、お疲れ様でした。干潮からの、潮の動き出しを取りに行ってました。本当に一瞬だけ動いてくれて、まあその潮でグンって乗った感じだったんですけど、まああのロットかかったらバカ楽しいですね。あのファイトがめちゃめちゃ楽しかったですね。ロットぐにゃー曲がって。まあ前使ってたのが1076の MMH だったんで、表記上は一緒なんですけど、やっぱチタンティップに変わったこと、そうですね、まあやっぱちょっとしなやかさが出てたのかなーって個人的には思うんですけど、最高に気持ちよかったですね。はい、今宵も始まります。何日目か分かりません。自分の墨付け企画の延長戦ですね。これは墨付けは完了してるんですが、納得がいっておりません。1週間行って1杯だけで納得がいかないので、今回のお供はモッチです。険しかなここ初ポイントね、初ポイント。
探りながらの形にはなるけど、やっていきましょう。俺こっち行くわ。頑張ります。頑張って。あんたカメラないけどね。うん。竹武家。はい、下りもしっかり入ってるんでね、通していきます。村村チェリーシャローで、はい、行きたいと思います。スタート、ここね、かっつり下り入ってるからちょっと怖いけど、ちょっと気をつけながらね。手前の方下り入っててサーフなんで、下りに隠れてる可能性もあるんでね。どうなんそっち、水深とか。水深とかどう？まあまあ高い。おお。来た？でかない？ちょっと待って、行く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 。くそー、またやられた、あいつに。ゆっくりよ、アンタージングロットやけん。遠い。ちょっと待てよ。届くかな、俺。うわ、届かん気のする俺。おぶねー、こわっ。おい、うざいぞお前。今日は俺の企画を言うたやろ。はよ、ギョーけギョーかけ。キロどころじゃないわそれ。距離がえぐいわここ。早めにお願いします。そうだよ、うん、走る走る走らせて走らせて。おい、てめえ楽しんでんじゃねえぞ。ロッドのスペックがね、ちょっと弱いんでゆっくりめに行きます。動画でキロアップ初じゃん。ほんとね、取れればね、うん、やばかやばか。そんな余裕ぶっこいとられ、うん、余裕ぶっこいとられ。キャッチしたらもう、あとはもうどうにでもしていいですから。なんて言ってもいいですから。もうちょいもうちょい。わあ、元気かな、そう。元気やわ。バッテリーだけ配布してもらってよか。寄せたかけどさ。あー、また待って待って、あー、隅入ったな、見えんくなるわ。そっち持って、まだ、こっちにやるけん。 OKOKOK、 見えるよ。し、OK。 Thank you。 いや、でかか、でかか。 Thank you。 でかいわ、これでかいわ。ありがとう。これはでかい。わー、久々。うえー、ナイスー。はい、改めまして、イエイ、おめでとうございます。やったー、やったねー。村地3号、村地3号、うん、ノーマル、いいサイズの、マジいいサイズ。これオス、オスイカ、うん。しかもこのタックルを紹介してください。ヤマガのブルーカレント 76TZ で、はい、リールが2000番、2000番、ツインパワー。 B が今035やね。035。わー、来ましたね。これで昨日取るのが目標だったんで、ね、1年越しじゃ。去年本当よ、神事で言ったっけんね。ちょうどキロ足りなーず、ほんと980とか90で足りんかったね。そう1年越しのキロアップ、キロアップ、キロアップは確実でしょ、はい、ちょっと測りましょう。測ってみましょう、はい、検量ですね、はい、検量の前に水抜きを。はい、おしっこちゃーっと、はい、グラム数減りますよ。でもね、だいぶね、あ、もう出とるね、だいぶ、うん、だいぶ出とったけんが。はい、十分出てます、大丈夫です。ちゃんと確認してます、ズルさせません。リリースするとやったらね、そのままするんですけど、うんうんうん、リリースしないんで。はい、ゼロです、大丈夫です。ゼロっつった、はい、いきまーす。はい、いいよ、まず自分見ていいよ。見ていいと。あっ、ピーっていう。オッケー、はい、来た。やばー、65。えぎ抜いて、えぎ抜いても1440 50ぐらい、50ぐらい、15グラムやけ。あ、そっか、うん、1450グラム。ナイスー、あざーす。俺の企画やじゃん、頑張って。あ、お疲れ様でした。疲
疲れ様でした。マジ疲れた。とりあえずね。おい、ちょっと待って待って。え？はい、とりあえずね。じゃね。今回2人の企画じゃないから。あ、そうなの？ソロだから。で、俺が行こうと思ってストーリー上げたら乗っかってきて、で、釣る。サクッとね。うん。意味わからないでしょ。あの動画で初キロアップでしょ、多分俺。そう、そうね、そうね。アジングロッドでキロアップを釣るの目標って言って、早2、3年だよ。そうね。ほんと、3年ぐらい経ったけど、この、ね、目標も達成できたし、まあ、その墨付けもできたんで、ちゃんと、1キロアップで、はい、できたんで、私の墨付け企画、これにて終わりたいと思います。お疲れ様でした、本当に。チャンネル登録お願いしますね。本当に。頑張ってますから。はい。高評価。グッドボタンもお願いします、はい、コメントもよろしくお願いします、はい、どしどし送ってください。なんかね、こうしゃくり方おかしいよとかあったら言ってくれたらまだロットに慣れてないんでね、こっちの方がいいですよっていうなったらコメントくれたりしたらちょっと試したりするので、うん、お願いします、はい、それではまたまた、バイチャ、バイ。Mm-hmm.